らあ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 にはせよこれはいやいやいや、え、なんですか。韓国でははい白虎、これは多分初披露、うん、初披露ですね。初です。初、なぜなら、うん、なぜなら、うん、私がもうやりたくないって言ったからあとまあまあするじゃないですかこの着物、うん、そうですね。だからあの公演分で割り算すると、うん、だんだん原価安くなってくんで、ちゃんとこうね、あの MMORPG みたいにこう末永くこう回数増やしてってっていうことで。なるほどね。原価償却して、そうです、原価償却してまあ200万円ぐらいかかったそうで、でこれで4回目ですよね。1回50万円ってまだまだ高い、もっとね、あと100回ぐらいやねってダメだ1回2万ぐらいにしないと素晴らしくね、京都 の職人さんたちが本気で作ってくれたそうな。いやでもね、うん、結構苦しいんですよあ、そう。着物を着て歌う方だったね、プロの方だったたくさんいらっしゃるじゃないですか、すごいなと思って。あ、締め付けとかすごいんで、腹から力出して歌えないみたいな、そんな感じですか。なんていうの、うん、体縛られて歌ってみたいな筋トレ好きじゃないですか。いや好きですけど、まあ、じゃあ別に、ごめん筋トレって体縛られるものじゃないから、ね、もうこんな歌ってと今日もお菓子の時間にチェックすることないからさっさと帰ってください。はい、はい、じゃあ健全な時間で、その代わり言っとくけど、うん、チェックは手は抜かないから。んそのこここうしてああしてこの曲さあここのフレーズさあ。お疲れ様でした。また頑張って仕事してください。はい危ねえ、あんまりやるとほらもうまたそのね開発たくさんあるからさ、チェック厳しいのよ。してるでしょ。してます細かいんだよ、細かいっすとね。なんでそんなとこ見てんの、別にいいじゃないみたいな。意外と見てんだよね一小節早いとかねそんなこと言われてもみたいな。で、工事はどうなの。お仕事は。お仕事は忙しいですよ。忙しいの。じゃあ帰って、うん、はい従順だな